はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、初めての川で、シーバスを1匹釣るまでの流れっていうことで、魚探に移っても釣れない魚を無視して上流まで来ております。まあ、この支流にも裏切られたんですけどもね、ジョンコックすごくやってます。なんとか1匹釣れたのが本流のこの辺だったんですが、釣りバカおじさんの一日に付き合ってもらえるとありがたいです。チャンネルを見つけていただきありがとうございます。気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。ベルのマークをオンにすると通知を届けてきます。まずスロープから船を下ろしまして、下流域なんですが、最下流域なんですけどもね、曲がりの内側がこの、なんていうのかな、どの辺から浅くなってるかわかんないんでね、とりあえず船で内側に向かってジグザグ走行したりとかしながらですね、で1個目の橋に来たんで、とりあえず橋の周りとか魚つきそうな感じするじゃないですか。でまあそこやってダメだったら次みたいな感じなんですけどもね、まあ、下流域っていうとやっぱりね、ディープがあって魚はいっぱいいるんですよ、こんな感じで。でもね、なかなかやる気がなくて、まあ、シーバスかちょっとわかんないですけどもね、食ってこないことが多いんで、まあ、ちょっとね、気になるとこだけ打ってまたすぐ上流に行くっていう感じですね。ないんじゃね？小さな流れ込みなんですけどね、可能性があるとこは一応ね打ってみます。なんかいるな、これシーバスかな、これ全部。この子たちはね、いても反応しない子たちなのは知ってます。とりあえずね、ワインドでですね、多少でも食い気があるやつが食ってくればと思ったんですけどね、こんなこんもりいるんです。多分シーバスだと思うんですけどもね、なんか追ってるような絵ではないんですよね。こんな風に多少動いてる感じはするんですけども、追っかけてる感じじゃないですよね。何やっても反応はないんですね。ちょっと魚探触ったりなんかして、外の視点からねカメラ撮るようになってから思ったんですけどね、動きがね、なんか おじいちゃんみたいな感じでね、なんかそこまで年はいってないんですけどね、なんかあれですよね、これちょっと変な感じです。すぐ上のテトラですね。多分ね、ちょっと寝がかっただけだと思います。一応ね、チェックしておきましょう。今打ったのが15番のところなんですけどもね、まあそこから似たような風景のところとその周辺に沈んでるものをミノーで打っていれば食ってくるかなと思ったんですが、思ったより浅くて良くないですね。何が沈んでるかわかんないんでね、ノロノロ運転でちょっとだけ移動してみます。流れ込みがあってですね、ボラの子供かなんか跳ねてるので、まあ、ちょっとねおかっぱりの人も来そうなとこなんですけども、もう打ってみようっていうところでね、ちょうどこの16番のところですね。案の定ね不発で、そのちょっと上に影があったんで、こういうシェード打ちみたいなのもしてみましたけど、あんま浅いとこにはいませんね。ドバッと出たらかっこいいんですけど、なかなかそうそううまくはいかないですね。特徴的な形の橋なんですけどね、ブレークがあるとかないとかそういうのは気にしないで、とりあえずこういう目につくものだけは、とりあえず打ってね置いて損はないかなと思います。支流に入ったね。支流です。 Google マップで調べておいた支流なんですけども、若干匂いますしね、納得できるとこまでやって折り返しました。生活排水ながらですね、奥に流れ込みがあってですね、まあ、ボラが溜まってるんですけどね、なかなかですねそこで食わないともういいかなって感じにさせられるような川でね、エレキもするようなとこで、オープニングの絵はねここに来ると途中ですね、すごい浅いとこがあってキャビらしてですね、エレキを半分上げて
なんとかね、クリアしてここまで来たんですけども、その甲斐はなかったですね。こっち狙うべきはこっちです。シェード絡めてやっとでしょ多分。出てすぐの橋脚をまず打ったんですけど不発で、その上の JR の橋脚をやっています。こっからねだんだん良くなってきます。こうやって見ちゃうとね一目瞭然なんですけど、そこまで至るまでね今悩んでるのが楽しいっていうか、魚釣ったのはここなんですけど、なかなかねここに至るまで難しいというかね、その目に見えるものをとりあえず打っていくんですけど、実際にはあの魚探を使ってですね、まあ、魚探に映るもので、魚をキャッチすることができたような釣りでしたね。ここからはですねダラダラと釣っていくんですけど、ていうかまあノーカットでやっていくんですね。で一応なんですか、あのスイッチングみたいなやつっていうんですかね、あの編集のね本当の上手い人ってどうやって音合わせとかしてんのか知らないで微妙にずれてるんですけど、その辺はご愛嬌で見てもらえればと思うんですけどね。とりあえず釣れるまでこのストレッチノーカット、まあ、カットしてるんですけどとりあえず流していきますんでね。そういうとこ打たないとダメだよね。滑舌悪すぎてね自分で何て言ってるかよく分かってないんですけどね、まあ、とりあえずその杭の周辺というかね、多分流れを抑えるためのパイルが打ってあって、その周辺にまあいないかなみたいな感じで、これはね普通にその見えるものだけを打ってる状態です。実際にはその魚探で見るとなんかね木が沈んでたりとか石が沈んでたりとか、そのパイルの周辺に美味しいものがいっぱいあって、今これはねパイルを打ってるんですけど、杭をねチェックしてるんですけども、実際ね人流しした後で振り返るとそれ以外にねとっても美味しいものがこの周辺に沈んでるっていうことが分かりましたね。ただ後から分かったんでこの時はねもう暑い中必死に釣りしてるわけですね。前回ですね根掛かり回収中に竿を折ったんでかなり慎重に行きたいんですけど、まあ、ただこの川は流れが緩やかなのでそんなテンパらずに取ることができましたね。あとはバンクからこう急進になってるんでね、岸の近くにもいないかななんて思いながら投げてるんですけどもね、実際はなんか引っかかるもの、なんか沈んでて引っかかるものっていうかね、そういうところに魚がいるっていうのがやっぱり釣りの基本なんだなっていうのはね、改めてよく分かりましたね。とっても考え方は単純でいいんだなっていうところですね。後からね見返すと川の外側を打ってですね、なんていうかな、美味しそうなものがいっぱいあるように見えるんですけども、そのなんか人が言われてるなんていうかね、外側を曲がってるところの流れの当たる側とかね深い側とか言いますけど、まあ、それがまあ本当なんだなっていうのも何年釣りやってんだよって話なんですけどね、確認しながらできますよね。結果的に外側に今みたいなマークがねすごいいっぱい出来上がってですね、まあ、今後はもうなんていうかな狙い撃ちっていうかね、多分そこまでビーンっていって釣ってもいいってことでね、すごい効率よく今後釣りが展開できるようにね、一回ね、まあ、プラみたいな感じですよね。だからなんていうかな、すんごい上手い人っていうかトッププロの人たちみたいな釣りっていうのはもっとねすごい細かいことまでチェックしたりとか、ね、石ころ1個見つけるとかそんなレベルでやってるんでしょうけどね、もうシーバス相手だとそこまでやんなくていいっていうかね、ルアー通して食べたい魚がそこにいれば食ってくるみたいな、すごい分かりやすい釣りでね、
それがいいっていうか、ブラックバスを本気でやりきれないっていうかね、まあ、バス上手い人って相当釣り上手いんだなっていう風にね、こんな感じで釣りしてると思いますね。この辺からですね、だんだんとその流木も沈んでる、そう沈んでるって言いましたけど、杭もそうだけど、その周辺の沈み物と、あとバンクそのものも垂直に近く、ストンと2メーターぐらい落ちてるので、その辺もね意識しながら釣りした方がいいのかななんて、こうちょっとずつ考えが変わってきてますね。まあ、先が見えてるっていうか、その杭がね、並びが何個かあるわけなんですけどね、真ん中過ぎたぐらいのところなんで、ちょっとね改めてっていうかね、終わってこの先どうしようみたいな、そういう考えをこう頭の片隅にちょっと生まれてきてるところですね。で、なんか映ってないかなみたいな見てますけど、実際ね、後でね、魚釣った後でお見せできるんですけど、こんもりとですね、その杭の周辺に沈んだものがあって、でルアーねこの後変えるんですけど、そのルアーでこうそこにねなんかあるわってこう感じながら釣りしてる時にですね、一匹今食ってきたっていう感じですね。相変わらずですね、こういうちょっとオーバーハングみたいなところがあると、そのシェード、ね、影になっているところに魚ついてないかななんてね、思ってその周辺も釣っていくんですけど、そういうなかなかね、それで食ってくればありがたいっていうか、多分ねそれでボンって出れば動画的にはなんか絵的に面白くて伸びると思うんですけどね、なかなかそういうところにいないんですよね。なんかバスほど細かい障害物っていうかね、岸隣接のそういうとこになんで入んないんだろうなって思いますけどね。もともとですね、そのもともと渓流とかおかっぱりの釣りずっとやってたのに、魚探なんか触り出すとですね、機械音痴みたいな感じになっちゃって、ポイントを打つボタンとページをめくるボタンをですね毎回間違えて、ね、今もなんかページ画面になってますけどね。あとね、なんだかんだ言って岸に足つけてる釣りは、まあ、歩くにしてもそんなあれですよね、船ほど疲れないかもしれないですね。船酔いするとかなんかそういうんじゃなくて、やっぱりこうちっちゃい船なんで、もう常にねバランス取ってるっていうか、それがね一日やると結構こたえるなっていうのが、船の釣りをやり始めて思ったことで、あとそのルアーの引き方とかも、その自分も動いててルアーも動いてるんで、巻物とかだったらまだいいんですけど、なんていうの、ジグとかを止めておくとか、そういうのってね実は相当なんか操船も含めて高等テクニックなんだなっていうのがやっぱりね改めて実感しますよね。今なんかほらパワーポールとかオートパイロットとかでね、それこそ魚探と連動してその場所にステイできるようなエレキなんかも出てきてますけどもね、まあさすがにそこまで行くとちょっと、まあ、やばいゾーンに入ってきてるかなって、まあ、この段階でも結構普通
ね、他の人から見たら多いってなるかもしれないですけど、結構ですね、それなりにかからないように気を使ってやってる範囲が、まあ、アルミで、まあ、ジムニーでアルミを引っ張ってるんですけど、その形があのなんていうかな、味噌なんですけどね。あと海にも行けるんで、その辺をね、あのまた今度ね、紹介する動画も作ってみようかなと思いますけどもね。これがですね、 FRP のバスボートクラスになってくると、またそのなんていうかな、コスト的なランニングコストっていうかね、あの維持費っていう部分でもう気合い入れてゴンって買うぞって買った後のことの方が実はとっても重要なので、その辺も含めてですね、あのなんか船の、自分はこうしてます的な紹介動画みたいなのもちょっとね、あの煽ってるタイトルつけてこう、でもね、なんかしら俺のあれなんですよね、動画頑張っても炎上はしなそうなんですけど、まあそういうタイトルで煽ってですね、動画作ってみてもいいかななんて思ってますけどね。しかし長いですね、この人流し、このストレッチ本当に切ってないですからね。メインの動画は、GoPro の自分が映ってる動画なんです、この動画の方で。で途中途中にですね、目線のカメラの動画、これはね、音合わせ、なるだけ音合うようにして、でこう細切れにして繋いでるというか重ねてるので、時間的にはですね、自分がこう一日釣りする流れを体感してもらえる感じになってます。実際ね、そんな毎回投げるたびにこう爆釣っていうことは起こり得ないわけでございます。なかなかそういうのは、まあ、めったないですね。一回昔出した、去年一昨年3年ぐらい経つのかな、磯でシーバス釣ってる動画あるんですけど、まあカード貼るかな、もしあれだったらね、そっち見てもらえればと思うんですけど、それはね、イワシについてる磯のシーバスくんでですね、青物とシーバスとイワシをこう群れで取り合ってるような状況になっててですね、それはもう本当に爆釣でした。ということで、長かったですね。もう喋ることがそろそろなくなってきたかなっていうところで、ルアー買い出したんですけれども、杭のね、並びが終わって、もうこっからはね、岸をね、打つしかないみたいな。まあ、沈んだものと、岸をね、打つっていう感じですよね。で、その流れでこう、沈んだものにこう、コンタクトできれば、釣れるかな。そこまで考えてないです、この時実は。うん。でもね、結果的には岸のそのバンクと、あとはその沈み物にどっちかな、ちょっとわかんないですけどね、ついてたかなっていうところの魚でございました。まあ、ここまで来てね、なんとか釣ることができてよかったですね。もうこの壮大なボッツがね、出なくてよかったですね。まあこの動画を世に出せて、良かったかなっていうところでございます。もうすぐ思いが遂げられようとしております。ちょいちょいなんか沈んでるな。
これね、GT バイクですね。事故れないからね。よいしょ。こっちだ。テンパってるな、私。はぁ、騙される。ブレークブレーク言ってますけどもね、まあ岸からドンプカってことを言いたいらしいですね、私は。でこういう風なものがところどころ沈んでるっていうところですね。MHB グラスコンポジット。こういう感じ。いつもはねこれで良かったねって終わるんですけど、この辺まで行きますよ。なんでこの辺までにしようかっていうと、こういう風にちょっと釣れそうな地形があったのと疲れたからですね。左側が岩が入ってますね。風が下から吹いてきたよ。もう釣れんじゃん。いればってかいそうな感じ満点。そこがすごいディープで、でそこが浅くなっててからの濁り。ちょっと雑いかな。岩盤近くの食事場所っぽいところ。ちょっとピーカンすぎるんだよね。風は吹いてるけど。でもそこいるのかな、入る人。よく見ると道ができててですね、おかっぱりの人が来てそうな場所でしたね。入る人がいるっぽいね。タイミング次第で魚がいそうなところだけ打って引き返そうと思います。ここから投げたとしてもその辺は投げれないんだよね。ボート下で 1.4m、 めちゃんこ刺してるとは限らんね。海面ができてる。大きくカーブするとこの内側なんですけども、十分魚が釣れそうな感じでしたね。なんで岩盤打たなかったのかは、ちょっとねもう疲れててっていうのもありますけどもね。こんな濁りの中からですねギラッと出てきたらかっこいいかなと思ってやってるんですけども。じゃあ今日はここまでにしよっか。いろいろきつくなってきたんでね、下りながら、一応ね釣ったりとかチェックしながら帰ろうと思います。流されながら釣りましょう。うひょ、魚がつきそうっていう以前にねちょっと危ないかなっていうところもあるんで、こういった場所はですね、本当ね、こう木がそこまで沈んでるのが見えるんで魚いないかなとは思ってるんだけど、安全の意味でもチェックをね入れておこうかなっていうところですね。流木ですね、木のマークを入れておきましょう。1本なかったっけ。内側をそんなね選んで走ることはないんですけども、こんな感じで沈んでますんでね、一応チェック入れとかないと減衰した時に脅威になるかなっていうところですね。もしくは1匹をもたらすかもしれません。JR の橋まで戻ってきたんですけど、これ振り返ってるのなんでかって言いますとですね、橋脚の間に
おそらくブロックかなんか基礎に使ってるやつなのかわかんないんですけど、木かなこれ、どうだろうな、あんまり見方がよく分かってねっていうのもありますけども、こんもりと沈んでましたんでね、ここも一応チェックしておきます。振り返ってバイブレーション投げてもね釣れなかったんですけど、本当にねちょうど橋の真下に障害物がありました。この辺から、下流の方まではですねあんまり美味しそうな場所がなかったので、そこの地形とかね大体分かってきているので、もうエンジンでね一気に下ってしまいます。朝のうちに見つけておいたちょっとした流れ込みがあったんですけどもね、まあ対岸のあの船があるところをスローで通ってる時に気になって、どうしてもね気になってしまって撃ったんですけども、不発でしたね。一応午後から日陰になるだろうなってことでね考えてはいたんですけども、魚はいませんでした。疲れてきて一段とおじいちゃんっぽさが増しておりますね。船が止まってるんでね、一応橋を越えるまではデッドで進んでいきます。という感じで、1日終了でございます。アルミなんでねこういうことができていいんだか悪いんだか、そのうちね船底が擦り切れないかと思って心配なんですけれどもね、こんな感じでおまけでランチングの動画を、まあ、様子をですね載せておきたいと思います。こんな感じで船を上げております。風強い時はねすごい怖いですね。あの横に流されてね、だいたいそのバンクっつってこう木のとこからはみ出てる感じになりますね。これで、船が収まることができました。上がれるかな、穴が開いている。スロープの凸凹が思ったよりかでかくてちょっとビビってますけどもね、まあなんとか上げることができました。ウインチで巻き上げて、ベルトが切れた時にこう飛んでいかないように、セーフティーチェーンみたいなものを、ね、試作して作ったんですけども、これを引っ掛けて完了でございます。ですね、ツーストキャブ車なんで、ガス抜きして終了でございます。最後まででねご視聴ありがとうございます。特に最後までぶっ通して見ていただいた方、非常に感謝申し上げます。このチャンネル良、かったっていう方は、この動画ね良かったっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。あとベルのマークをオンにすると通知を届けてきます。また次の動画でお会いしましょう。